明日は選考業に頑張ります。あ、メンバーは聞いたんですか？え、メンバーも聞いてたんですね。あ、さっき見ました。はい、選考基本と言いながら少し、じゃあ少し振り返って、この高松の決勝だったり、その外国勢と戦ったでしょ。はい、その場所テオボスさんの一緒で、もうコテンパンにやられました、うん、で、はい、決勝なんかでそのまくり切ったんじゃないかとか、準決は合わせて勝っちゃうんじゃないかとか、すごく楽しみに見せてもらったんですよ。すいませんでした。いやいや、うん、いや、ちょっとダメでした、うん、はい、その砦の走りも見てですけど、はい、まあ、確かにボスの強さはすごかったなというのは。そうですね、うん、はい、いや強いですね、やっぱり、はい、うん、みんな強いですね、今。まあでも昔から戦ってよく知ってるでしょうけど、本当は、本当はやってられるんですか。いやいやいや、そうです、いやいや、もう、もう、まあでも、いい刺激入って、うん、ちょっといろいろ、まあ、話しまして、はい、まあ、ボスとか元練習仲間だったんで、はい、その本当昔からしてる練習仲間、その、はい、スイス時代の、スイス時代の、はい、そうです、はい、ボスは年齢は1個ぐらい上向こうが、2つです。2つです、はい、うん、いやー、なかなか勝てないですね。確かに、はい、本当に強いのは間違いないけど、ただそういう刺激を受けた北鶴翼が今回楽しみだと思って、はい、こうやってインタビューに来てるんです。2回目、2回目だね、あの前回が、そうか、競輪祭で乗って、その後、はい、G1 の決勝は、はい、今回トントンと、いや、ラジオもみんな強いんで。いや、昔そのミヤハイで乗ったり決勝で乗ったりで、ミヤハイも乗ってるでしょ、琵琶湖の時、そういえばと思って。あ、そうですね、落車したでしょ。はい、落車した、うん、そういうのあってたわ。ミヤハイも決勝、いや、今回乗ると私は思ってます。いやいや、そこまで足はないですね。いやいや、ボス級の足で行ってくれば大丈夫です。いや、もう一着を取ると初日はトントンと、この逆故障準決勝というのがありますから、いいところに、はい、もとにかく初日の一着が勝負、ね、大塚さんと、はい、一緒に見られるように。で、本当は本気を出せばボスより強いというところ。頑張ってます。12時を終え、今日